ドールと紅の破壊者。リズ、落ち着いたか？はい、取り乱してすみませんでした。リノッツさんの応急処置は私がやります。救急セットお借りしますね。ああ、そうしてくれると助かる。ありがとう。いえ、そんな、全部私のせいですから。成したことを戻せないのは本当に情けないですね。ってことで、どうも村です。前回はね、仲直りしたというか、はい、アルバートのおかげで無事ね、解決しました。で、今回はその続きでございます。今日がラストかな。うん、最後になります。ぜひ皆さん最後までよろしくお願いします。リノーツ、起きたのか？ああ、よかった、よかったよ。エリーと、ドール。リノーツさん。すみません。今まですみませんでした。骨を折って、傷をつけて、嫌なことも言ってしまって。いいよ、もう。つうか、怪我させられた相手に。応急処置されるとか、本当面白。すみません、すみません。もう謝んなくていいから。俺も散々お前にひどい言葉を浴びせたし、保護下に入るのなら俺たちはこれから同じ屋根の下で暮らすことになるんだから。下手に関係がこじれると面倒だし、これでチャラにしてよ。はい。エリーが他のやつと話してるからって嫉妬するのはよしてほしいかな。大丈夫です、もうそんなことはありません。心に余裕ができましたから。そう、じゃあそれでよろしく、リズ。あー、ちゃんとリズって言ってくれたね。いや、リノーツ本当にさ、すごいよね。だってさ、結構傷ついてるわけじゃんね。エリーの件にしろ、リズちゃんの件にしろ、いやすごいな本当に。お前は気を失ったのか？そうみたいです。この怪我じゃ相当な痛みでしょうから。本当、今思うと両腕の怪我ありきで動いてたのが不思議です。できました。とりあえずこれでしばらくは命を落とすことはないでしょうけれど、あの銃弾を何発か彼の腕に入れてしまったので、ちゃんとした処置がないと厳しいかもです。わかった、早めに拠点に帰って本格的な処置を受けさせよう。ちょっと噛んじゃった。それとリズ、ついでに俺の腕を片方つけてくれないか？腕は地下にあるから取りに行ってもらうことになってし申し訳ないが、外側を仮縫いする程度の簡素なものでいい。包装はできるだろう。ああ、そんな感じなんだ。なんかもうちょっとこうネジとかでグルグルグルみたいなさ、わかる、あんな感じだと思ったんだけど違うんだね。片腕が多少動けば俺は自分で自分を治せるから。わかりました、ありがとう。よし、これなら。リズ、俺は今からこの屋敷を破壊するつもりだ。一応お前にも確認するが、この屋敷を壊しても構わないが。噛んだな今。がっつり噛んだな。構わないか？はい、構わないか。いいですよ、アルバートがそう言ったんですから。形見だって、今手元にある写真とブローチと手紙、これさえあれば十分です。アルバートは亡くなってしまいましたが、私の心の中にずっといるので寂しくはありません。あなたに任せます。どうかこの屋敷を破壊してください。よろしくお願いします、エリーさん。了解した。
今、破壊するぞ、アルバート。はい、クイックはタップ。はい、これですね。はい、タップの時間でございます。いきます。はい、はい、どっこいしょ。はい、はい、はい、ここもか。はい、よいしょ、どっこい、よっこら。うん、はあ、アルバット、アルバット、アルバット、今までありがとうございました。あなたと過ごした日々はとてもとても素晴らしい時間でした。私が犯した罪は決して許されるものではありません。ですが、それを心に刻み前に進んでいきます。あなたの友人リズ・マーガレットとしてあなたの名を継ぎ、私はきっと笑顔で未来を生きて生きて生きていきます。いや、よく言った。そうだよな。うん、あなたとの約束ですから。私はあなたの友人であることを誇りに思います。今までもこれからもずっと愛していますよ。やばい、やばいわー、マジでやばい。めっちゃこう来るものがあるね。うん、いや、よくよく、うん、リズちゃんもね、うん、ちゃんと気持ちを切り替えた。本当にリズちゃんもすごい、本当に偉いと思う。さようなら、アルバート。あとはお前を破壊するだけだ、アルバート。俺の助けとなってくれてありがとう。俺を変えてくれてありがとう。やっぱりお前は弱虫なんかじゃないよ。勇気ある青年だ。どうか今は安らかに眠ってほしい。冥福を祈ってる。リズ、終わったぞ。リズ、エリーさん、ありがとうございました。あなたのおかげで私は救われました。感謝してもしきれません。それはこっちのセリフだよ。この屋敷でお前と出会えてよかった。お前は俺の太陽だ。この先俺と共に生きていこう。生きていきますけれど、あなたは私のあの大口をまだ心に留めてるんですよね。いいんですか、エリーさんは。それでエリーさん、私汚い存在なんです。そんな私がエリーさんの太陽であっていいんですか。私まだあなたの可愛いに含まれてますか。当たり前だろ。俺にとっては綺麗で可愛らしい、可愛らしい存在であることは変わらない。リズ、そんな顔をするなよ。どうか笑ってくれ。俺はお前の笑顔が好きだから。その笑顔が俺を救ってくれたから。あー、こうですか。やばいよ。うわ、これはちょっともうやばい。あー、もう泣いちゃう泣いちゃう。22歳、泣いちゃう。号泣はあ、かわいいよお前は。うん、本当にかわいい、リズちゃん。
じゃあ行こうか。お前はここで終わらない。未来へ歩んでいくんだ。さあテオ、リズ、俺らの拠点に帰ろう。はい。ドールと紅の破壊者。いやー、終わってしまった。終わってしまったよ。あ、こうやってね、みんなと会えたってことだね。いやー、お、ジュン、俺の推しジュン。いや、ジュンとリズちゃんのセットいいな。あ、ニアもね、ニアくんだっけ、忘れちゃったけど、知ってたのかな、ドールってことは。いやー、あー、もうこの二人好き。この二人はもう大好き、マジで。ルースとリノーツは大好き。あ、かわいい、かわいい、この二人マジでかわいい。うわー、めっちゃいいな。うん、 Thank you for playing。 いやー、こちらこそありがとうございました、本当に。トゥルーエンド、出会い。いやー、終わってしまった。本当に終わってしまったわ。おまけ部屋が追加されました。タイトル画面から選択できます。だそうです、だそうですよ。おお、いやー、本当に本当にいい作品でした。今までの中でね、一番長い長編だったと思うんですよね。20何パーとかやりました。いやー、本当にね、ここまで見てくれてありがとうございました。ぜひね、もう一度見返してもらえたらなと思います。そしてね、まだこの話はきっと他のエンディングがあるのかな。あるよね、きっとあるんでね、それはちょっと裏でやっていこうかなと思っております。皆さん本当にありがとうございました。そして制作者さん、噛んだ今、大丈夫、ちゃんと言った、制作者さん、はい本当にありがとうございました。それでは皆さん、またどこかで